念願の記念館、はい、で、俺のインスタの DM でいろいろちょっと聞いたの、おすすめないですかっつって、うん、もうお昼ご飯食べてお腹パンパンの平日の2時ぐらいから夕方6時ぐらいまでで何かないですか。もちろんこの記念館もいっぱいあったし、あのカフェが2、3軒、ちょっとその空いてるかどうか知りませんし、撮らせていただけるかわからないので行ってみます。はい、ありがとうございます皆さん。さあここもね結構何通もいただいたおすすめカフェ、クラッチコーヒー。なんか喋った縁かな。じゃあじゃあ石垣行ったらここ行った方がいいよ。ありがとうございます。YouTube はしてますけど、はい、いいですか。大丈夫です。いいですか。はい、大丈夫です。何がおすすめですか。ブラックだとブレンドと、はい、今は中国産の豆の2種類を使っていて、皆さんには、まあ、コーヒー頼む方にはここから選んでいただいてます。なるほど、はい、じゃあ僕アイランドブレンド、はい、はい、の M で M サイズホットで、ホットで、はい、ありがとうございます。もうここは長いですか。お店自体は5周年の前にございました。じゃあ6年目に、インスタで、はい、どっかなんか石垣行ったら行くとこないですかって言ったら、めちゃくちゃ嬉しいですね。 ありがとうございます。具志堅用高記念館と並ぶぐらいすごい、まだまだですけどね。ありがとうございます。だって条件としてお昼過ぎでお腹パンパンで夕方6時ぐらいまでで行けるところって言ったらだいぶ狭いな。そうですね。ボクシング好きでコーヒー好きでって言ったら最高の橋越えでこれ。ほんで南国好きでって、ありがたいわ。いろいろ教えてもらえて。インスタってすごいね、そう思ったら。はい、お待たせしました。ホットロールカードでお願いします。いただこう。いただきます。あ、ナイスクラッチ、美味しい、美味しいわ。ちょっと本当に外35度ぐらいですよ。美味しい。アイスコーヒーも全然飲まへんの俺、昔から。美味しいわ。あっさりしろ。いただきます。ここの蛇口のモノマネできるようになってるけど、トイレの手洗うところの蛇口のモノマネできねえみたい。こんな蛇口あります？ないと思うやろ。こんなぶりっこな蛇口ないと思うやろ。ちょっと見てきて。完コピでした。そうやろあいつ可愛こぶって、可愛こぶってましたね。可愛こぶってたね、あいつ。じゃあもう一個のカフェはしごします、うん、さあほんま近所、ここもよう来てたわ。ボルトコーヒー730、あ、閉まってるの。あー、可愛らしいな。可愛らしいけど閉まってるわ。どうしよう。
今聞くところによると岩を望むが YouTube 回してるらしいで、どっかで。そうですね。ちょっと行ってみる。行ってみましょう。ね、行ってみましょう。せっかくだから。どこで回してんのよ。ちょっとスタッフに聞いてみます。聞いてみて。はい、ちょ行ってみる。はい。今ちょっとストリフットのスタッフに確認したところ、あの前に一度ヒットマップで来た時に。鬼笹っていう食べ物を美味しくて忘れられなかったと。あ、言ってたね、はい、なんかフライとご飯をギューってして食べるんだよ。そうそうそうです。特許取ってみたいな話をされてたと思うんですけど、それをもう一度食べに行きたいっていうことで、知念商会っていうそれを売っているお店に今向かったところということなんで、そっちに行ってみようかな。向かったところ、はい、もう間もなく作って言ってたんで。だってさっきご飯食べたよね。ざっくりで、はい、いや俺パッて見たらライス残しててちょっと。あ、珍しいな思ってて、はい、もうそのつもりやったやな。へえ。いやそれやったらさ、タコライス頼まんでよくない、うん、違うさ、ハンバーガーとか、うん、でハンバーガーをざっくりで、うん、なんかじゃんけんで上半期食べたらあかんみたいな。で7月まであかんって、7月やから解禁されたからハンバーガーあるやんだけど、うん、わがなあ、わけのわからん小首のかしげ方して、ほんでタコライスを入れて、タコライスに目玉焼き乗っけてくれオプションでとか言って、はい、そもそも乗ってますけどさらにですか言われて、ああうん、ほんでご飯残して、はい、おそれ食べに行ってんの、はい、いやあれはあれ、これはこれやからな。だざっくりざっくり、はい、な、一人フットは一人フットでやってもらわないと、はい、そんな、そうですね、おう、それちょっと言いに行こうか、それだけ、はい、1年生涯食べてね、めっちゃ残してたね、ご飯も。あ、お疲れ様です。今ちょっとあの美味しいもん食べてまして。何食べてるの？鬼笹です。え？鬼笹。鬼笹？はい。うまそうでしょこれ。いや知ってるよ。あ、聞きました。聞きましたご飯牛して。そうです。いや違うよ、さっきまで。はい。ざっくり撮ってましたよね。はい。でお昼ご飯食べましたよね。はい、いただきました、たくさん。何食べましたっけ？僕はタコライスだけじゃないですね。ナチョスのオーブン焼きですよね。はい。じゃあ終わって、はい、パッて見たらタコライスめっちゃ残してたよ。いや、めっちゃっていうか、ナチョスめっちゃ残してたよ。いや、ナチョスもこれが頭にあったよな。この後行こうってな。いや、ありましたけど、ざっくりはざっくりでやってるから。一人打った一人打ったやから。いや、それもちろんそうです。いやいや、タコライス頼んで。タコライスはタコライス食べてる時にこの後鬼笹あるしなって思ってたな、絶対に。いやでもご飯残してんの見たことないもん。初めてよ、あれおかしいな、俺ちょっと体調大丈夫かなぐらいまで思ったら、ますって、ほんで聞いたら、いや僕これがもともと念頭にあったから、いやこれ食べるためにじゃないんです、これ食べるためにですやん。これ食べるためにです。タコライスの後でもこんだけパクパクいけるぐらいうまいってことですよ。いや、タコライス残したから言ってるわけだよ。あれはあれでお腹いっぱいなって、まあ、サイズこれぐらいやろ。はい、これぐらいぐらいやろ、はい、タコライスちょうどそれ残る。なんか結構もうざっくりはざっくりでやってもらって、完全燃焼してもらって、はいはい、これはこれで入れ替えてやってくださいよ。はい、M1 の1本目、2本目みたいな。あれはちょっと取っとこうぜみたいな。いや、それも戦略でしょ。いや、違う違う、あいつやねんか。戦い方あるんでしょ。 M1 ちゃうねんか。申し訳ないですけど、あの時点でお腹いっぱいめっちゃ残してるやん。じゃあビールも飲んでたからお腹張っちゃってってことです。ほんまにこれもだから1回休憩挟んでるから今美味しくいただいて、ついさっきやもん。そのつもりほんまにないです。いや結構あれもだ、パスタもいただいたりとか、皆さんでシェアしていっぱい食べたじゃないですか。この後
ご飯やからやパスタやったら別にいけるけどライスはもうってなってたよ。いや結構多かったんですもん、タコライスは。あれえみん多分みんなでシェアするだろうなみたいな量を出してくれなかったんですよ。違う違う違う、皆さんやってるから、あの量やねん、あの量やねん。いやね、どうせお兄さんを食べるなら、はいはい、なんで解禁された言ってみんな食べたらっていうハンバーガーをあんな拒絶するの。いやハンバーガーはあそこフィレオフィッシュとチキンバーガーフィッシュやからこれでこれが被ってるわって。そこはもう頭になかった。タコライスの時には頭にあった。でもフィレオフィッシュの時には本当に、はい、はい、3時55分はい逮捕、はい終了終了です。やめてくださいこれから。えこのために来たんすか。そうや。嘘お前ら。え一人フット出てもらっていいんですか、これもう流しちゃいますよ。なんかありがとうございます。捕まりました。捕まったで、ね、ほらやっぱりそうや。授業になりましたね。授業や自学しよった。なかなか見てもらなかったけどなあ。おすすめでもう一つむちゃくちゃ多かったのがパパヤさん。パパヤさん、うん、なんかジュース屋さん。へえ。そこ行かせていただきますか。はい。ちなみにあのざっくりで今回ロケするときに、ああそこぜひ行ってざっくりでもおすすめされて、うそれがロケ日、ざっくりロケ日の日が定休日だったんで行けなかったと思います。あ、昨日、はい、あ、そうな、はい、じゃあ昨日定休日ってことは今日はもう確実な相手に。今ちょっとまた別のスタッフから LINE グループ LINE 来て、お小籔さんがそのジュース屋さんに今いるらしいです。ただもう出てしまうかもしれないんで、まあね、はい、もしかしたら、そうなんや。みんながどっかいいとこないって聞いたらそこに集合してる。じゃあほんまにいいとこないな、はい、めちゃくちゃ美味しいって聞いて。よし、すいません。めちゃくちゃだね、ほんと。めちゃくちゃ美味しいっつって。突然ってすいません。大突然ですよ。大突然、すいません、本当に。じゃあめちゃくちゃ美味しいジュースあげようか。あ、お願いします。今日、ショーの行列も切れてるから。美味しそう。もうずっと後ろですか。僕はここ生まれて72歳になる。72歳、具志堅さんいくつやろ。そうそう、同じ年ぐらいですか。これはじゃあ当時すごかったでしょ。だってテレビなかったし。あ、そうなんすか。こっちテレビ民放映らなかったよ。え、じゃあ、具志堅さんの活躍あんまり誰も見てないよ、石垣の人は。そうなんすか。ビデオテープで。あ、後で。そうそう。そうなんや。後半のちょっと見えたかな。見えてないよな。あ、見えた。ほんなら負けて。うん、もうそうそう、負けたと思う、ね、せっかくあれ沖縄でしたもんね、最後。そうそう、ね、めちゃくちゃ負けてたね。ねえ。そうなんや。石原さん、お塩も美味しいよ。お塩、うん、オリジナル。これまたあれとは違うんですか、雪塩とは。ノノノ、全然もう違う。全然違う。ここで作ってる。あ、そうなんすか。今まで塩作ってたんだよ。これも買って帰ろう。お砂糖水かけるしさ。詳しいですね。うん、飲んでみ、はい、めっちゃ美味しい。これ入っよ、ね、お値段もすごいリーズナブルでしょ。ねえ、500円、うん、これ消費税入ってるぜ。これは安いわ。2年前までは400円。ずっと。じゃあ B ブレンド5つください。すいません。ついね。もう何年ですか、ここは。お兄ちゃんが何年。32年。これ切って、ほんでどうするんですか、絞るんですか。あそこでほら、取ってきたのがあるでしょ。はいはいはい。あそこから取ってきたのがあるでしょ。あそこ流して、洗って、こう絞って、一旦切れたら、こう絞って。めちゃくちゃ手間かかってんの。このお値段でいただけるってすごいですね。これはええとこ進めてもらったわ。そうですね。ね、すいません、ありがとうございます。噂の皆さん来ましたよ。 B ブレンド、マンゴーとパインです。マンゴーとパインです。はい、ありがとうございます。
おいしい、おいしい、自然やわ。めちゃくちゃおいしいな。全く残んない。うん、これはおいしいわ。え？なんか美味しいジュースがある。なんかこんなつもりじゃ本当にないんです。二人フットする。なんかこのフットはおかしい。そうか。すいません。やっぱみんなそうなんや。おすすめってやから。のんちゃんそれ一人フットはさ、はい、何やってんの？基本的にはもともとはコントやる言うて、でまあ一人でコントやるライブをまあいろいろ知ってもらいたいとかいうので始めて、ライブやってコント撮ってっていうのをずっとやってたんですけど、まあ、なかなかこう再生回数もとかみたいな状態があって、まあちょっとこう例えばベース練習するとか上げてみたらとかで、そのタイミングで車買い替えるっていうのもあったんで、じゃあ一回そういうロケもやってみようかみたいなんで、あれいろいろやるようになった。車買ってとかで時計買うとかロレックスとか。それ前みたいです。これこれは前からずっとつけてる。これ何メタル？これは100ちょいです。108万ぐらい税込みで。これはあのエルメスのヴィンテージのブレスレットで、これ98ぐらい。え、これもあのなんか時計興味持ち出したら、いろいろアンティークの時計とか調べてるうちに、うん、アンティークのブレスレット、うん、エルメスとかも同じように出てきたりとかするので、うん、それで興味持ち出して、うんうん、じゃあ一回ちょっと YouTube で買いに行ってみようかって言ったら、なんか巻いてみたら欲しくなって、うん、え、じゃあ100つけてるってこと？そうですね、200超えてます。はぁ、あ、すごいね。はい、なんかそんなつもりじゃなかったんですけど。へぇ、じゃあこれ、ありがとう。へぇ、でもええな、それなんか品があるなと。なんかごついのに。はい、あんまりこうジャラジャラしたものとか全くつけなかったんですけど、なんかエルメスってなんか品良さそうじゃないですか。でなんかヴィンテージでなんかこう新しいのだともっとキラキラしてるんですよ。だからちょっとこれも60年代70年代っていうのかな、そうのものなので、はい、なんかそれが落ち着いていいかなっていう。なんかお金使うロケみたいに最近はなってるんですけど、ほんまに更新するたびに100以上のお金が動いてるみたいな。でも、別に。あと何買った？時計はあともう1個買いました。やろ、合計3個時計で、実はこんなんも買ってんとかって言ってやってます。あ、うん、美味しい。自然な甘さで。これどう？あ、こんなんね、こういうの合わせてつけるの。実はいいじゃん。これってブランドどこかわかりますか？エルメスとか聞いたつけますけど。エルメスの何年代とかそんなんが分かれば。ああ、そう、これもそれはパパヤの20年代パパヤの。だ、結局なんかこうミーハーというか、うん、かこれが今価値上がってるとか、なんかこうかっこいいみたいなんで最近買ってるんです。すごいな。だ、特にこんななんか何も決めんと、せっかく石垣島おるから回してみようみたいなのは初めてかもしれないです。いや違うやん、絶対あそこ行こうっていうのは決めてて。いやいや、だからなんか石垣島でどっか前も言うてて、あそこ美味しかったらもう絶対あそこもう一回行きたいって言うてて。お兄ささお兄ささ、はい、何も決めずに。ちゃうやん。いや、お兄ささは行きたいなとは思ってました。
ふわっと石垣島のロケだってもうざっくりご飯食べながらもうちょっとこうなってたもん別に知念商会に肩いってないでしょいやすいません一人ふっと撮影中にいやこれこそなんかお邪魔しまして